ビオ L208 はアンプ内蔵、いわゆるパワードの 2way アクティブラインアレイモジュールです。周波数特性は 85Hz から 18.1kHz、 ワンユニットあたり最大音圧 133.5dB を出力します。水平視光角は100度です。通常は見ることはないフロントグリルを外すと、ウェーブガイド、フェイズプラグ、HF ホーン、それからバスレフポートが一体となったオールインワンパネルが現れます。オールインワンパネルの背後に隠れるように装備されているのが、両サイドに2発の口径8インチボイスコイル2インチの B&C 製ウーハー。これに挟まれるように真ん中に配置されるのは 1.4 インチイグジットボイスコイル3インチの RCF 製コンプレッションドライバーです。筐体はポリウレアコーティングが施された木製キャビネット。外寸は幅 600mm、 高さ 260mm、 奥行き 390mm、 重量は 18.1kg。 リギングはフロント2点リア1点の3ポイントリギングシステムを採用。まずはじめにフロント2点にピンを差し込み前面を固定し、その後リアブラケットで0度から10度のアレイスプレイを設定可能です。フライングの場合はピン1本で固定、軸側が長穴になっていますので釣り上げ前にピンを打ち角度設定が可能です。グランドスタックでは軸側の長穴の可動部を固定するアングルロックピンを1本と、角度設定用に1本使用しますので合計2本のピンで固定します。このリア側のピンを打つ手順としては、軸側を固定せずに角度設定ピンを打ち、その後上側の L208 を持ち上げアングルロックピンを打つ手順で作業効率は向上します。キャビネット内に内蔵されるパワーアンプはプラス D デジタルアンプデジプロ G3 を搭載。ピークパワー 1800W、 RMS パワー 900W。 音声信号の入出力はアナログでインアウト、内部で ADDA されて信号処理がされた後に FIR フィルターを通ってスピーカー出力されます。内蔵 DSP は56ビット、 48kHz、 RDNet によるリアルタイムマネージメントフルリモートコントロールに対応します。このデジプロ G3 パワーアンプは AC100V で動作し、消費電流は 4.7A。 電源コネクタはメインイン、リンクアウトともにノイトリックパワコントゥルー1が採用されています。背面のアンプおよびコネクタ部にはレインカバーが標準で装備されています。 L208 用のアクセサリーとしてはこちらの5アイテムが用意されています。ビオ L208 を最大20台吊り下げを可能にするフライバー DRK208、L210 のダウンフィルとしても L208 は活躍します。 L210 とは横幅が違いますので、このトランジションフレーム TF BIO1 を使えば L210 の下部に L208 を吊り下げが可能になります。こちらの AF BIO1 は S118、 118R、 S318 上 L208、 あるいは L210 をグランドスタックする際、 S118 サブウーハー下に L208、 あるいは L210 を吊り下げる場合、そして先ほどご紹介した TF BIO1 と同様に L210 下に L208 を吊り下げる場合と、さまざまな設置環境に対応できるアタッチメントとなります。 BIO L208 はアンプ内蔵木製キャビネットでありながら18.1kg と軽量ですので、この DSA BIO L208 を使えば2台までポールマウントすることが可能です。またこの DSA BIO L208 はポールマウントアダプタとしてだけでなく、サブウーハー上にグランドスタックする場合のアダプタとしても利用可能です。グランドスタック時の最大積載台数は4台までです。これらの BIO L208 の発売と同時に発表された各オプションアクセサリーは L208 にだけ対応するものではなく、 BIO L210、 それから S118、
S318 との組み合わせでも活用できるものとなっており、ビオシリーズで様々な状況に柔軟に対応できるストーリー性を持ったラインナップであることがお分かりになると思います。こちらはビオ L208 4台とフライバー DRK208 を1パッケージで積載可能な専用ドリー DT ビオ L208 です。ビオ S118R はビオ L208 に機構的にも音響的にもベストマッチする18インチシングルアクティブサブウーハーです。ビオ S118R はアンプ内蔵アクティブサブウーハーです。スピーカーユニットは RCF 製の18インチが一発、ボイスコイルは4インチ。ご覧の通り真正面にスピーカーを配置し、周波数特性は 35Hz 以上、MAXSPL139dB を出力します。筐体材質は、ビオ L208 と同じ、ポリウレアコーティングの木製キャビネット。幅 720mm は、ビオ L210 と同じ幅です。高さは 530mm、奥行きは 700mm、重量は 47kg です。L208 と同様に、背面アンプコネクターブにレインカバーを標準で装備しています。内蔵されるパワーアンプはクラス D デジタルアンプデジプロ G4 搭載、ピークパワー 3200W、 RMS パワー 1600W、 DSP は 32bit で動作、 ADDA は 24bit、 96kHz で内部処理、 RDNet プロトコルによるフルリモートコントロール、リアルタイムモニタリングに対応します。音声入出力はアナログ XLR です。内蔵するディレイはローカル設定として、本体のロータリーエンコーダー上で0から 0.1 ミリセカンドごとに 9.9 ミリセカンドまで設定可能。 RDNet 使用時はローカル設定はすべてバイパスされ、最長 62.5 ミリセカンドまで設定できます。クロスオーバーは 60Hz から 110Hz、 カーディオイドアレイ設置時に活躍するプリセットカーディオイドモードスイッチも装備しています。駆動電源は AC100V で動作し、消費電源は 6.8A。 電源コネクタについてはこちらもメインイン、リンクアウトともにノイトリックパワーコントゥルー1が採用されています。ビオ S118R のオプションアクセサリーとしては、ビオ S118 と共通の最大3台積載可能となる専用ドリーが用意されています。
ビオ L208 S118R 4分の8対抗フライングコンギュレーションとしてのシステムプライスは1141万2000円、そしてグランドスタックコンフィギュレーションビオ L208 S118R 2分の4対抗としてのシステムプライスは582万4000円となります。ここまでが DB テクノロジーズコンパクトラインアレイシステムビオ L208 そしてビオ S118R のご紹介でした。 DB テクノロジーズ製品は全国のタスカム業務用機器取扱店でお買い求めいただけます。各種デモ機のご用意もございます。お気軽にお問い合わせください。